リントンリンマス、クリフ鉄道2003年リントンリンマス、クリフ鉄道は、タイになっている、リントンとリンマスの町の間を、ノースデボンの岩の多い海岸を通じてつなぐ、水動力のケーブルカーである。二つの町を隔てる高い崖は、19世紀の経済開発の主たる、障害物であった。変皮なことと岩の多い地形のために、村民は、石炭、石灰、 食料と必需品の配達を海に依存し、ニューマと荷車でリントンの急な斜面を運ぶ必要があった。崖はまた旅行産業の方がにも問題をもたらした。1820年頃から休暇を過ごす人々がリンマスにブリストル、スワンジーや他のブリストル運河港から蒸気回線で到着し始めていた。小馬、ロバと馬車が賃貸用に用意されたが、急な勾配のために 動物たちは短期間しか労働に耐えなかった。線路により旅客と貨物を輸送する昇降機の初めての提案は1881年になされたが、当初の計画は蒸気動力であった。ジョージ・マークスによって水動力の鉄道が設計され、出版事業家のジョージ・ニューエンス卿によって費用が負担されて建設された。ニューエンス卿はホラデー級近くに 大きな住宅を所有しており、1898年にリントンバーンスタプル鉄道に、1900年にはリントン、町役場にも出資した。建設労働はすべて手作業に依存し、1887年に開始されて3年以内に完成した。1890年の復活歳月用に開業し、それ以来鉄道は利用されている。 議会による法は1888年のリンマスアンド・リントン商工機会社を設立し、その後の法は林渓谷よりの英代推理権を会社に与えた。この路線の得意な点はリントン駅直下のノースウォークからの道路のある仮上工場である。これは大きな貨物を運ぶのに使われた。平らな荷台にするために車体は取り外すことができた。初期の動力車は このようにして丘の上に運搬された。2006年冬の線路さらがいの際には、ここは接近と資材保管に大規模に用いられた。現在は記念物標に分類される。用いられている車両、ブレーキの機構が見える鉄道は、坂の両端の1.7メートルの滑車を回る連続柵に連なる2両の各40名の旅客を運搬できる車両からなる。 1>, 1マイル以上は慣れたウェストリン側から1 3 0ト、mm、ルの管で運ばれた水が上部車両の床下の層に補給される。各車両は車輪の間に取り付けられた700ガロンのタンクを持つ。重い上部車両が加工を始めるまで下部車両から水が放出され、速度は各車両のブレーキ圧いでにより調節される。複線構造式となっており、車両は それぞれの専用の線路を上下するようになっている。互いの車両が接触せずに行き、違えるように、この平行な線路は中央の行き違い場所で両側に張り出している。高低差150メートル、全長263メートルであり、勾配は1、1.75となる。ありがとうございます。